井本健一選手は北京オリンピックでも銅メダルを取っている選手です。怪我の治療もあってしばらく離れてましてですね、復帰してきた直後は日本代表にもなれなかったんですけれども、やはりオリンピックに、に照準を絞って徐々に上げてきて、最後は日本代表を、取ったと。去年の世界選手権もですね、負けた、ロシアの選手に対してもですね、正規の試合時間は0対0、0対0なんですね。だから1ポイントも取られてないと。攻撃も強いけれども、強豪選手相手に対しても守りも強い選手ですので、ポイントをやらないその試合の中からチャンスをつかんで必ず自分からタックルに攻めて、ポイントを取ると、そういう選手ですので、そのあたりの攻防をぜひ見ていただきたいなと思います。